日下関係では日本とカナダの関係について述べる。中日カナダ大使館在カナダ日本国大使館2012年時点で日本とカナダは多くの分野にわたって友好的な関係を結んでいる。両地域の関係はまだカナダが大英帝国自治療だった1889年に日本がバンクーバーに領事館を置いたことに始まる。1903年には オタワにも日本領事館をその後、1928年に日華領政府は正式に外交関係を樹立することで合意し、同年日本はそれまでオタワにあった領事館を格上げして公主館を設置し、カナダも翌1929年にアジア地域では同国発となる公主館を東京に開設した。1929年に創設され、 日本へ派遣されたカナダ使節団はアジアにおけるカナダの使節団としては最も古い歴史を有し、イギリス連邦としては中米と中仏の使節団に次いで3番目に古いものであった。2012年現在、カナダは東京に大使館、名古屋に領事館をそれぞれ置いている。一方、日本はオタワに大使館、カルガリー、トロント、バンクーバー、 モントリオールの4都市に総領時間を置いている。また、両国は共に G8、CBTPP、OECD、APEC の加盟国である。日本とカナダが最初に出会ったのは、カナダの冒険家、ラナルド・マクドナルドが実母であるインディアンの祖先が日本であると信じて1845年に北海道へ密入国した時とされる。 1873年には、二人のカナダ人、宣教師が家族と共に、横浜に来航行し、同じ頃、和歌山出身の大工、工藤義平が、ブリティッシュコロンビアの漁港スティーブストンに住み着いたという。一部のカナダ系日本人の間では、後に両国が相互に設置した常設の公使館に先駆けて、非公式な接触があった。カナダに渡った、最初期の日本人の一人に、 長野万蔵がおり、1877年に、ブリティッシュコロンビア州ニューウェストミンスターに上陸したとの記録がある。初期の日本人移民は、漁業労働者であったが、勤勉でよく働く。日本人移民に対して、カナダ人は、反感と移民増加への警戒感を持ち、カナダ政府は、日本人に移民制限を課した。日本政府はこれを受け入れたが、 以降も日本人に対する偏見は長く続き、日系カナダ人を苦しめ続けた。明治時代に日本に派遣されたカナダの施設団は、日本の教育制度の近代化に影響を与え、西洋の伝統的な基本思想を教育分野に導入する過程で効果的な役割を果たした。カナダ人のジョージ・コクランは、同志社大学、同じくデイビッドソン・マクドナルドは、 青山学院大学の創設にそれぞれ関与した。1887年、横浜とバンクーバーを結ぶ蒸気船の航路が開通し、カナダ太平洋鉄道の海運部門が定期便を運航した。これらの航路に着いたカナダの船舶の一つにエンプレスオーストラリアがあり、艦長のサミュエル・ロビンソンは1923年の関東大震災において救助活動を行ったことで、 国際的に称賛を浴びた。1904年から1905年まで、王立カナダ野戦砲兵隊のハーバートシリルサッカー少将は、日露戦争中、駐在武官として、急に本陸軍に随行した。サッカー少将は、日露戦争中の功績を称えて、日本政府から軍三島随法省に除されたほか、同戦争中の軍港により、 明治378年従軍機将も授与されている。1929年、東京に中日カナダ公使館が開設された。これは、英連邦を除いては、ワシントンとパリに次いで3番目の在外公館であり、カナダが日本をアジアにおける外交活動の拠点として位置づけたこの事実は、両国関係において特別な重要性をもって強調される。しかしながら、 この公使館の開設理由には20世紀前半のブリティッシュコロンビア州に存在した反アジア的な感情にも大きく関わっている。当時のカナダ首相ウィリアム・ライアン・マッケンジー・キングは我が国が日本人移民問題に対処する唯一の効果的な方法は日本に駐在する我が国の公使に詐称を発行させることだ。と述べるなどカナダへの日本人移民の制限を求めていた。 その背景には、オタワ公使館の設置から40年前の大英帝国自治領時代に開設された在ンクーバー日本領事館には価値がないとみなされたことがある。日本の初代中カナダ公使は徳川家正で1929年から1934年まで人気にあった。対してカナダの初代中日公使はサー・ハーバート・マーラーだった。 1941年に太平洋戦争が開戦すると両国の外交関係は厳しさを極めた。戦時中、カナダは国家安全保障を目的とする戦時措置法を可決し、日系カナダ人を強制収容すると同時に、これらの日系カナダ人は職業選択の自由や財産権など多くの基本的な人権を剥奪された。太平洋戦争において、 両国の戦力が直接に戦闘を交えたのは、真珠湾攻撃の8時間後に勃発した香港の戦いのみである。戦いは日本側の勝利に終わり、香港は日本に占領された。広島と長崎への原爆投下の後、連合国側に対する日本の降伏を受けて、カナダ政府の代表は1946年に東京へ戻った。 日本政府も将来的な外交関係の回復の準備のため、1951年、オタワに大使館を開設した。日華関係が完全に回復したのは、サンフランシスコ講和条約を締結した1952年のことだった。在京のカナダ公使館は大使館に昇格され、ロバート・メイヒューが戦後初の中日カナダ大使に任命された。日本も 初代在カナダ日本大使として、井口貞夫特命全県大使をオタワの日本大使館に任官させた。カナダは様々な方法により、日本が国際社会へ復帰するのを助けた。1954年にオタワで開かれたコロンボプランの会合で日本の加盟が承認された背景にも、カナダのイニシアチブがあった。同年、両国は通商に関する、 互恵的な協定に調印した。日本のガット参入も支持するなど、カナダは当時の日本にとっては数少ない最経国待遇を供する国だった。日本はカナダの講演を得て国際連合への参加を推薦され、1956年に正式加盟を果たした。同様に1963年、カナダは日本の経済協力開発機構への加盟を協力に、 支援することを表明し、その翌年、日本は OECD に加盟した。2008年7月8日、第3次ローリーン、ハーパーカナダ首相夫人と、福田清子日本首相夫人。翌年2010年に、パンクーバー冬季五輪開催を控えた2009年、天皇、皇后が国賓として、初めてカナダを公式訪問した。写真は、 同年7月10日、ブリティッシュコロンビア州リッチモンドのリッチモンドオリンピックオーバルにて2011年。この翌年、カナダ首相ルイ・サン・ローランと日本国首相、吉田・シュゲルが互いに相手国を訪問し合った。1950年代以降、日本とカナダは、漁業、貿易、航空、郵便、原子力、文化等の幅広い分野において、数多くの互形的関係を結ぶことに合意。 協定を締結してきた。それらに伴って、両国首脳の交換訪問の機会も増していった。1960年代以後、岸信介、池田隼人、田中角栄、大平正義、鈴木善光、中曽根康弘、竹下登、海部都市記、村山富一、橋本龍太郎、小渕恵三森吉郎、小泉淳一郎の歴代首相が放火した。カナダ側からも、 ジョン・ディー・フェン・ベイカー、ピエール・トルドー、ジョー・クラーク、ブライアン・マルルーニー、キム・キャンベル、ジャン・クレティエン、ポール・マーティンの歴代首相が訪日した。マルルーニー首相は、会議会で第二次大戦中に抑留された日系カナダ人らへ不当な扱いがあったことに対して謝罪を述べた。1988年、日系カナダ人抑留問題に対応して、 マル・ルーニー首相と全カナダ日系人協会会長のアートミキは過去の歴史的問題を解決するための日系カナダ人保障合意書に署名した。2008年、正式に日日間に国交が樹立して80周年を迎えるに際してハーパー首相は皇居を拝謁した。その翌年の2009年、天皇皇后は国賓として初めてカナダを公式訪問した。 2006年の統計によると日本はカナダにとって第3位の輸出相手国であり輸入相手国としても第4位であったカナダに向けた日本の主な輸出品目は自動車である一方カナダから日本への輸入品目はな種豚肉などの農産品と石炭、木材、銅鉱などの原材料である2018年に発行した CPTPP によりカナダ産牛肉の輸入が増加した。カナダへの日本人の移民は1800年代に始まり、世紀が転換して厳しい制限が敷かれるまで盛んであった。バンクーバーの日本人街はかつて日系カナダ人らの生活の中心であり、現在にもその名残を止めている。ありがとうございます。